先生お願いします。はい。はい、お願いします。はい、本当は暑いんだけどね。今日は暑い。今日めちゃめちゃ。いいですけど、ね、逆に気持ちいいですけど。はい。誰が選んだのかね。誰が選んだのかちょっと分かんない。誰だ誰だ本当に。ね、いやいい絶好のウォーキング日和で春じゃないですか。頑張っていきましょうよ。じゃあまあ早速ね。はい。行きましょうかね。お願いします。はい、あの日本スリーデーマッチというね、ウォーキングのイベント。いや僕はもう、はい、小学生の頃からずっと毎年参加してます、はい、僕はまだ初めてなんです、まだ参加したことなくて小学生の時は何キロ10キロです、はい、最長が、10キロです、はい、10マックスでやらせていただきました。もっと上あったのよね。あったんですけどね、はい、でマックスは何キロなんですか。あ何キロでした50キロ。日本の釣りでは、3日があるんですけど、はい、距離の方は別に自分で選べばいいわけです。はい、そうですね。なるほど。でも、日本釣りで町を専門にしているオランダのゴーデズマッチというのがあります。はい。まあ、その時には、ちゃんと年齢制限があるから、はい。あなたたちの年齢だと、当然50キロ。50キロ歩かないといけない。それも義務で。はい。あの、よく知ったら50キロで変動します。はい。普段、こう普通に歩いてるだけじゃないですか。だけなんですけど、これいきなりだって50キロ参加したら、えらいことになりますよね。5キロだったら歩けると思う。5キロ、ギリギリね。でも、はい。でも、いきなり50キロ、何の練習もせずに行ったら、ね、5キロが10本やる。分割しないとダメよ。なるほど。そこできちんと休憩をして、やるって。今、名言飛び出したんですか。その姿勢を、やっぱり一番先に、はい、姿勢をチェックしようじゃないかな。はい、お願いします。はい。見られる方を先に見る方。見る方、はい。見られる。私見ます。見られます。え、はい。じゃあ見られる方は目を閉じて。目を閉じて。はい。はい。で自分でまっすぐ止まってます。立ってますね。はい。はい。じゃああのこれで正面から見て頭が左右に曲がってないね。はい。頭が。はい。こんなところ。はいはい。まあ、ゆかれば、まあ、よし、こんなです。呼吸はいいと思うので、はい、OK です。はい、うん、はい、じゃあ、交代。はい、交代、はい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 、ここがメインです。ああ、頭が左右。ああ、はい、肩ああ、非常にありますね。ちょっとだけこっちですかね。そうですね、こっちに傾いてますかね。ああ、そう、はい、はい、右の方ちょっとだけですけどね。こっちに傾いてます。はい、こんな感じです。もう行き過ぎ意識しちゃった。あ、オッケー。いや、さっきと変わってない。そんな、そう見たら分かるんですね。はい、自分じゃ分かんないもんね。今度ね、じゃあ横を向いてください。横。はい、行きます。横からまっすぐ。はい。ね。はい。これもあの、全身が、まあ、ほぼついてるならばいいんじゃないですか。はい。耳、肩、腰、膝、これでいい。はい。まあ、その線を、そして、はい、確かに、はい、はい、ちょっと肩が中に入っちゃってかなっていう。いや、本当です。首相見ですよね。はい、そういうの辺のチェック、肩がちょっと頭が前向いてないとか傾いてないね、まあ、そんなところ、はい、はい、OK です。はい、はい、はい、もし前の方が、まあ、お腹出てるのかな。そうですね。ちょっと先生やめてくださいよ。お腹が出てただけです。お腹が出てただけでしたもん。背筋は大丈夫です。はい、で僕もちょっと、はい、はい、耳、肩、腰、膝、腰。でもこれ意識してますよ、これ先生。はい、あ、これだいぶ綺麗じゃないですか。意識をすると、そうですね、なるんですよ。意識をしてないと、この辺りは。あ、これ、ずれてます、耳とかが。そう。直線になってないんだ。背中が丸くなって。はいはい、確かに。意識するとこうです。上半身をちゃんと腰の真ん中に重心が入るようになっていれば、はい、はい、
あと、これが一番のポイントなんですね。これが一番ね。なるほど。歩き方はもういくらでもね、この辺りは引力があるので、簡単に速く歩けるといいです。要は、体調を崩さないように、歩くということが調子いいです。なるほど。はい、少し、ご人が。はい。あ、お願いします。どうぞ。行きましょう。行きましょう。だいぶ疲れましたね。あ、これ。もう一回。あ、さっきより腕が上がるぞ。どういうことだ、これ。ああ、確かに。全然上がるぞ。まあ、確かに。下差は。肩が。あるの？あるから、肩が重要な。肩が動かないと。なるほど。この足使って。それが大事なんですね。水分補給になってください。まだ